おはようございます。はい、すいません。おはようございます。おはようございます。行きましょう。毎日のことですけど辛そう。体あちこち痛みやら何やら。もうほんとリング上の試合は終わったけど、自分自身との戦いというのは365日。トレードマークの金髪には人一倍のこだわりを持つ馬之助さん。この度地元の学校から講演の依頼を受け、3ヶ月ぶりに髪を染め直しました。金髪に染める前と染めた後でやっぱり馬之助さん表情が、そうですね、やっぱ凛々しくなりますね。金髪でなきゃまっすぐ馬之助じゃないですか。自らの体験を少しでも多くの人に伝えたい。馬之助さんは今精力的に講演活動を行っています。イメージを変えた男です。この日は高校生およそ200人を前に30分間の講演をすることになりました。先ほども皆様に聞きにくいところがあると思いますけど、それをちょっと我慢して聞いていただきたいと思います。私は馬之助さんがリングを去って12年、現役当時の活躍を知る生徒はごくわずかです。事故の影響で肺活量が3分の1になり、必死に出しにくい声を振り絞る馬之助さん。隣では恵美子さんが心配そうに見守ります。アメリカへ。いや、私はもう横にいてドキドキして、無事にもう終わってくれるといいなと思いながら聞いてました。平成現役時代の思い出、そしてあの日の事故、少しずつ記憶の糸をたどりながら自らの半生を振り返ります。大型この日馬之助さんが一番伝えたかったこと、それは人は決して一人では生きられないと感じた病院でのある実体験でした。もうこんな状態だったら死んだ方がマシだというような気持ちになり、5階の病棟から飛び降りようと思っても自分の力ではとてもじゃないけど飛び降りることはできず、誰か手伝ってくださいっても誰もノーコメントで、そうしてるうちにうちのワイフからももう一度新しい人生を頑張ろうということで本日まで来ました。それはやっぱりうちの人がいたおかげで、今まで現在こうして生きていられるんだと思います。精一杯生きようとする上田さんはとてもかっこいいです。奥さんと二人で頑張っている姿がとても印象的でした。愛のパワーってすごい。
日毎日頑張って生きる。それが今できること。人生は何が起こるかわからない。馬之助さんも頑張るなら私も頑張るよ。息が続くかなと思って心配で、もし何かあったらと思って、いつもなんですけど、今日も保健所を肌身離さず持ってきましたけど、無事に終わったからもうやれやれって言ってます、ね、生徒さんも喜んでくれたし嬉し涙です。正直のところ6月20日、馬之助さんは68回目の誕生日を迎えました。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。なんかおかしいやん、ちょっとなんか涙が出る。これ何の涙、これは何の涙言って。ちょっと来年もね、ハッピーバースデーって言えるようなね、日が来るよ。これは分からんだよな、うん、すぐそういうこと言う。明日のことは見えない、うん、そっちも、うん、体に十分気をつけて。今のところ大丈夫。今のところは大丈夫っていうのも、うん、やっぱり土地にはね、うん、お互い土地を取っていくんだから。平均寿命を越すようにね、まだ やりだりないことがいっぱいある。やり遂げてから行きましょう。しばらく会えなくなるけど、またいつか。上田馬之助さん68歳、かつて日本のプロレス界を席巻したマダラオオカミは、最愛のパートナーと共に今を生きています。ご気分いかがですか。ご気分たまに、よかろう、外の風もね。気持ちいい。ね。